坂井雅人さんが主演を務める日曜劇場、美版と、美版 t b s k 日曜午後9時の第9話が9月10日に放送された。同話では、高田、市川江三郎さん、和田、平山雄介さん、広瀬、朱上良さん、熊谷、西山淳さんの4人の別範囲の無事が判明したが、 その動画を撮影した人物が高身長ではないかという推察が SNS に上がっている。第9話では、半導体に欠かせない原料、フローライト、ホタル石が眠る土地をテントが買い占めていることが明らかになった。しかし、野木、坂井さんがそのことを知った2週間後、バルカ政府にも情報が流れていたことが判明。 野木は残る、二宮和成さん、たちから疑いの目を向けられた。そんな中、残るのもとに、日本に潜伏しているモニターからメールが届く。そこには、野木が射殺したはずの別班メンバー4人が、病院で療養、リハビリに励む映像が添付されていた。その中でも高田と和田を隠し撮りした映像は、 仮に胸ポケットにカメラを忍ばせた場合、高い位置から撮影されたものと思われる。そのことから、SNS では、別班4人の生存動画の角度が気になる、やや高め。高身長の男性で胸ポケットにカメラがあれば、あのくらいの位置。カメラが胸に仕込まれているなら身長180センチは必要じゃないかなそれなりの身長が必要だったとしたら、 新庄流星良さん、まさか野崎、阿部博さん撮影の角度的に君二階堂ふみさん、話さそう、といった考察が上がった。<music>